おめでとうございます。ありがとうございます。見事な復帰戦と言っていいか。どうでしょう、試合の感想からまず。試合前いつも以上にすごい緊張して、でもいい感じにリング上に上がるときはすごいいい感じに持ってきたんですけど、ちょっと最初相手の出方を伺おうと思いすぎて、ちょっと見すぎちゃったかなっていうのはあったんですけど、まあいつも通りの僕だったらもうちょっと早い段階で倒せたかなと思うんですけど、でも結局結果的に1ラウンドで KO 勝ちでできたんで良かったかなと思います。最後はだいぶ固めて打ちで、そうですね、近づいてパンチ打った時に一発効いたのが分かったんで、あもうこれ結構効いてるなと思って、足もフラ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 してたんで、もう1ラウンドで仕留めようと思いました。まあ、実際1ラウンドで KO 勝ちということだったんですが、はい、対戦相手の尾形選手戦ってどんなイメージ？やっぱり左ストレートとかパンチ狙ってるのが前々から分かってたんで、多分絶対パンチ勝負してくるなと思ってたんで、そこをどう攻略していこうかなと思ったんですけど、でも最初の左ストレートとかもらった時に別にそんな倒れるパンチじゃなかったんで、これはもう大丈夫だなって思いましたね。クラッシュ2014年最終試合の、まあ、メインで見事な KO 勝ちということで、どうでしょう、それで初めての仙台という。そうですね、やっぱり僕が KO したことによってお客さんも喜んでくれてたし、僕が勝ってリング上で帰ってきましたって言ったらお帰りって言ってくれたファンの方もいたんで、まあ、やっぱり戦ってみてクラッシュのリングはなんか楽しいっていうか、まあ、気持ちいい最高の舞台かなって思いますね。で仙台も結構若い選手っていうか、そのフレッシュマンじゃないですけど、結構ベテランの選手じゃなくて全然知らない選手とかが結構出てた大会だったんで、いつもみたいな盛り上がりはなかったかと思うんですけど、でも第1回こうやって僕が KO で締めれたことによって第2回も多分また行われると思うんで、第2回の時はもっといろんな選手集めて第1回以上に盛り上がる大会になったらいいなと思いますね。ノリ選手は2010年最終、まあ、最終試合でですね、見事な優勝の日を飾るということで、来年2015年に向けて何か目標というか目指すところは。そうですね、やっと、まあ、僕も復帰できたんで、ね、復帰戦 KO で勝つことができたんで、まあ、2015年はどんどん多分試合組まれると思うんですけど、もっと強豪をすごい宮田さんは多分ぶつけてきてくれると思うんで、それに応えれるようにもっと練習して、そうですね、来年中にギオ選手に挑戦してベルト取りたいなと思いますね。おめでとうございました。ありがとうございました。よかったですね。よかったです。一足、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。